お子さんを手放してとても心配されてるかと思うんですけど、今のところね、あのお一人泣いてますけれども他の方はあの全然泣かずに遊んでるんですね。ただこれがずっと続くかっていうとちょっとわからないです。やっぱお子さんってあの初めてのところが珍しくて夢中になって遊んでる時期があってね、あのいろんなお子さんがいるので最初から泣く人と1週間ぐらい経ってはたと私はなんでここにいるのみたいになって泣く子といるので、まあ、 あの1週間ぐらいはあの覚悟をしていただいてという形で、それを乗り越えるとまた普通になりますのでね、その辺はあの確保していただいてって感じですね。でまずあのプチでは一番最初に、一番重要に何をやっていくかというと、やっぱあの生活面なんですね。で生活の安定と心の安定が一番大事で、心の安定生活の安定がすると遊ぶっていうことに目が向くんですけども、あのそういう不安定な状態だとなかなかそっちへ行かれないっていう部分がありますので、まあ、今あのでもよく遊んでますけれどもね。でまず一人一人にきちんと身につけてほしいなって思ってることがあの生活面ですので、まず手を洗うこととか、食事の前に手を洗ったり、お外出て汚くなったら手を洗ったりっていうこととか、トイレに行くこと、一人で下ろしておしっこしたら拭いてあげてっていうこととか、そういうのをもうあの一人一人について丁寧にやっていきたいんですね。で生活っていうのは身につくものなので、あの考えなきゃできないっていうことではないので、まあうちなんかは保育園があるので、本当に0歳の時から手を洗う、あの最初は手はまだ洗いますよね、拭きます、こっちの手から拭いてこう拭いてっていう、だんだんそれをやってると自分からこうやってタオルの上に手を伸ばすようになりますから、食べる前には手をきれいにするんだっていうのがね、もう分かって、食事の前に座れば手を出すっていう風になってきて、で立てるようになったら水道で手を洗うんですけど、水道で手を洗うのはもちろん0歳ですから全部大人がやるんですけど、その時にあの順路を必ず自分が一人でやった時にできるような順路で必ずやっていくんですね。で毎日それで洗ってもらうともう自然に覚えてますから、この自分でやる時もちゃんとなるっていうことでは、だからまあ、 あのそういう身につくことっていうのは大人になって困らないようにっていうことが第一なんですね。だから例えば水は出したらまず手を濡らしますね。そしたら一回止めます。それで石鹸つけます。で石鹸中洗って外洗ってこっち洗って指の間洗って指先洗ってで、まあ、ちょっと汚れてる時はここまで洗って、それで水道をひねって流します。水道をひねった時必ず石鹸がついてますから流します。きれいにして止めます。で最終的にはね、周りを拭くっていうことも本当は覚えてほしいんですね。やっぱりマナーですよね。よくお母さんたちきっとあのどっかにお出かけした時に手を洗おうと思ったら汚れてたりとか髪の毛が落ちてたりとかって嫌だなって思ったことあると思うんですけど、やっぱりあのそれマナーですよね。次の人が自分が気持ちよく使いたいっていうのと同じで、自分が使った後も他の人が気持ちよく使いたいっていう、そこまでがあのできると、まあ、ベストですけど、まあ、小さいうちはまだそこまではしませんから、大人が最後に拭いて流しを拭いておくっていうことはしますね。でそういうことを毎日やることによって子どもたちは自然に身についていくんですね。で手を洗うことができると、もうあの4時さんになるとじゃあご飯食べるから手を洗おうかって言ったらちゃんと上げてその通りやるんですね。でそれはどうだったっけって考えることもなく身についてるっていうことなんですね。だからそういうふうに育てていきたいっていうのがあの、まあ、この園の方針ですので、皆さんのお子様もそのようにこれから3日間来てる間はきちんと手を洗い方、トイレの使い方っていうのは1対1でついてね、あのやりますので、まあ、お家でも一緒になってやっていただけるといいかなって。であのそういう身につくものっていうのは起こることが何もないんですね、うん、後からやろうと思うとなんでそれやってんの、なんでそれやってんのっていうことになるけど、小さい時からそうやって自然に身につけば何も起こることなくスムーズに身についていくっていうことだから、割とあの
子育てで起こることってあまりないんですね。だからその辺も一緒にね、起こらずにできないじゃダメよみたいなことはなく、一緒にやっていってあげれば自然に身につくということで、その辺をまずは、5月6月ぐらいまではそこを重点的にこちらの方で保育のポイントとしてやっていきたいと思います。で